私が私であるために、は、日本テレビ系列、ドラマコンプレックス枠内で放送された、単発テレビドラマ。2006年10月10日、22時23時53分に放送。視聴率7.8%。ドラマコンプレックス枠内で特別企画として、放送された。性同一性障害をテーマに扱った作品で、性同一性障害の当事者も3名出演し、 それぞれが性同一性障害を抱える役どころを演じたことでも話題となった。視聴率は決して高くはなかったものの、性同一性障害を一般に理解させる内容に、こいた点では評価は高かった。テーマソングにもなった中村中の友達の歌は、この全評判を受けてロングヒットを記録することとなった。また、当の中村がこのドラマに主演している。 2007年2月21日にはバップより DVD が発売された。また同年の7月14日、第16回東京国際レズビアン芸映画祭にて上映された。大学生のヒカルには仲間には言えないことがあった。彼女は生まれながら性同一性障害という心は女性なのに体は男性という障害を抱えていた。ある日、 ヒカルは性転換手術をしたいと姉のイブキに相談。イブキの提案で父親の正一の誕生日に告白することになった。ヒカルはイブキと母親のノリコと心を込めて誕生日のための料理を作ったもののワンピース姿に化粧をしているヒカルに父親は激怒し衝突してしまう。同じ性同一性障害を抱えるリンが確実に自身の夢への実現に向かう姿を見て、 なんとか自分の思いを説得しようと奮起する矢先、偶然遭遇した歩みに自己存在を否定され、その場を見ていたサト氏にも軽蔑されてしまう。また、ヒカルが性同一性障害と知った伊吹の婚約者の良太から伊吹が婚約破棄をされてしまう。このような状況で一向に理解を示さない父親の誠一に、ヒカルは私を殺してと泣き叫ぶ。他、 ありがとうございます。